意外にお得、快適なホテル暮らしというお話をします。ホテル暮らしと聞いたら結構高いんじゃないかなというふうにイメージを持たれる方もいると思うんですが、実は考え方ややり方によっては非常に安く快適にかつコストパフォーマンスに優れた生活をすることができます。今私は石川県にあるハイアットハウス金沢というホテルに18泊滞在しているんですが、そのホテルの内容と暮らしぶり、そしてかかった費用などを紹介していきたいと思います。ホテルの部屋を紹介しましょう。まずメインのスペースですけども、結構広くてですね、ベッドが2つとソファーのスペースがあります。真ん中にはテーブルがあって、ダイニングにも使えるテーブルとチェアのセット、大型のテレビがあります。で、ここはですね、長期滞在に対応している部屋なので、ちっちゃなキッチンがついてますので、夜ご飯とか材料買ってきて、で冷蔵庫も大きめのものがありますので、ここで調理をすることができます。長く滞在しているので、こうやってソファーで寝転がったり、ここで仕事をしたりとかいうふうにしています。眺望はですね、あんまり良くないですね。金沢駅のすぐ近く、歩いて 2,3 分ぐらいで金沢駅にあるロケーションになってます。備品の説明をしますと、ミネラルウォーターを毎日もらえますので買う必要がありません。コーヒーを入れるドリップの機械やケトルもありますので、お湯も沸かせます。電子レンジもありますので、使う方にとっては便利かと思います。でお風呂ですね、洗面スペースはこんな感じです。そんな豪華なホテルではないので、最低限ですけども、まあ快適に暮らせます。でバスタブがあって、シャワーがあります。でこのホテルの宿泊費なんですけども、一泊ですね、総額が8700円になります。で今回は18泊なんですが、仮にこれをですね30泊1ヶ月住んだ場合、いくらになるかというと約26万円になります。1ヶ月家賃が26万円って高いなと思う方もいるかもしれませんが、よく考えてください。朝食ですね、ビュッフェ形式の朝食がついてます。電気代かかりません。冷暖房費かかりません。冷暖房の器具も必要ないです。インターネット、Wi-Fi がついてます。ミネラルウォーターが毎日もらえます。トレーニングジム無料です。シャンプーなどの備品もあります。ドライヤーもあります。そして定期的に掃除をしてくれます。ゴミも出してくれます。ベッドのシーツも定期的に交換してくれて、いつも清潔です。生活の雑貨を買う必要がないんですね。そういうコストまで考えた時に、この1ヶ月26万円で暮らせるっていうのは、家賃だけではなく、ジムに通ってる人はジムの費用、電気代、ガス代、水道代、それから、Wi-Fi の費用、食事代、そういうものがひっくるめたパッケージプライスになってますので、個人的にはね、すごいお得なんじゃないかなと思います。実際私はですね、自宅があって、今長期滞在という形でホテル暮らしをしてますけれども、今後未来ですね、どんな風になっていくかというと、まあ、ホテル暮らしというのも一つの選択肢になるのかなと思います。まあ、住民票がある、住所がないというのは、なんか住所不定みたいになってしまうと、ちょっと今の時代だと微妙なので、どっかしらにはね、拠点は置く必要があると思いますけども、まあ、ホテルを転々と暮らしながら、いろんな場所で暮らしていくっていうのも楽しいんじゃないかなというふうに思います。で海外だとね、これよりももっと安く暮らせるホテルがあります。例えば私が行ったところだと、マレーシアとかタイとか、そういう東南アジアでですね、楽しい国もたくさんありますけども、あ、インドネシアなんかもそうですね。一泊3000円ぐらいで今回のホテルと同じような、設備のホテルに泊まれます。3000円だと1ヶ月泊まっても10万円ぐらいですよね。それで今言ったように掃除もしてくれて、インターネットも使えて、ご飯もついて、トレーニングジムもついて、みたいな生活ができますので、そういう生活に、憧れがあるとか、興味がある、やってみたいなと思う方は、ぜひこの物販ビジネスから頑張ってですね、お金の勉強もして、そして、まあ自分がやりたいようなことをやって、憧れる生活を手に入れて幸せをつかむ、やり方によっては可能性は無限大ですので、ぜひトライしてですね、明るい未来を手に入れていただきたいと思います。ということで、今回はホテル暮らしを紹介させていただきました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。